デポして、そこを拠点にいろいろ南河内の方を e バイクで回っていきたいと思います。今日は猛暑日になるということで、最低気温の予想が27度、最高気温が33度という、予想でした。ただこの車の外気温計ではすでに32度まで上がってます。今日は汗だくのライドになりそうです。水分補給をしっかりしながら楽しみたいと思います。初めて来たんで、ちょっとトイレ休憩ついでにちょっとぐるっと回ってみたいと思います。バイクラックの数が結構ありますね。サイクリングで来る人が多いんでしょうか。拠点としてる人も多そうですけどね。レンタサイクルもあります。電動アシストもありますね。パナソニックですね。パナソニックの折りたたみと、あれなんでしょうね、ベロスターですかね、ジェッターとか、ちょっとあまり詳しくないんですけど、パナソニックに関しては。トイレも可愛らしい綺麗なトイレですね。クロマロくんっていうキャラクターみたいです。遣隋使。駅の規模としては普通ですかね。大きくもなく小さくもなく。ペットボトルタンブラー、前回の動画でもあげましたけど、これも今日大活躍しそうです。芝生でフォークが傷つくこともなく自立するのでいいですね。
から黒丸の里を出て、まず下赤坂の棚田に向かいたいと思います。今日は本当にいい天気ですね。自転車で乗ってる分には風があるから、まだそんなむちゃくちゃ暑いとは感じないんですけど、これ止まったらやばいかもしれませんね。全然わからないんで、Google ナビ頼りです。いきなり結構な坂道ですね。これでいいバイクでよかったなぁと本当思います。バッテリー残量は今日のところ不安はないので、ガンガンハイモードを使って坂道はストレスなく登っていきたいと思います。そこそこの急勾配でしたね。Eバイクって登りは楽なんですけど、下り急勾配は怖いですね。重心がやっぱり前に来るので、あとこいつの車重と自分の体重でだいたい90キロ近くあるんですかね。そこの付け替えたバーテープ、エヴァ素材なんで今日もいい仕事してくれそうです。快適。ただちょっと夏には不向きかも。ちょっとなんか熱もしそうなんで、仕事では PL 病院と PL の塔の前結構通るんで、週に 2,3 回は見てるんですけど、自転車で走りながら見るとまた違いますね。飛行機も飛んでるし、多分カメラでは見えないと思うんですけど、すごいとこあんないですね、これ。Eバイクじゃなかったらね。すごい。あ、でも登れる。結構な勾配。本当にこんな道に、これが正規ルートですか。これが
それがメインのアクセス道だったら、e バイク以外来ませんよ誰も。お、あ、なんか雰囲気出てきた。今日初めてなんで、どこがベストポイントかわからない。お、まだ坂道が続きます。お、ここかな。十分綺麗やな。休憩場があります。標高 185.7m、 楠木正成によって築城。なんもないな。とりあえず飲みます。これから、道の駅千早赤坂で、まあ、ピザかカレーか食べようかなと思って検索しましたら、今日は閉まってますというふうに Google マップの案内に出ました。ショック。定休日でした。今日は営業時間外です。元来た店じゃなくてちょっとぐるり回って帰ってみたいなと思います。ソフトクリーム、ありがとう。北海道ソフトクリームを買いました。ソフトクリームを食べ終わったんで、そろそろ家に着きたいと思います。今度はもうちょっと下調べして、道の駅千早赤坂、そこでカレーかピザか食べてみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。